日本徳島県小松島市被害の町被害の町は徳島県小松島市の町名。2021年12月末現在の人口は2269人、世帯数は1154世帯。郵便番号は郵便番号773-0010。小松島市の北西部に位置する。北は、 徳島県道33号小松島砂河地線を境として堀川町、神田瀬町に接し、東は JR 麦線を境として大臼町に、南は芝生川を境として芝生町に接しており、さらに西は田浦町に接続する。もともとは純農村であったが住宅が多くなり、次第に市街化が進みつつある。農業は稲作がある地で、 施設園芸も行われ、花、イチゴなどが生産されている。また、早くから落農が行われており、近隣において最も早くから落農が行われた地でもある。道路は、徳島県道33号小松島砂之地線が、砂之地村及び勝浦町に通じ、国道55号が南西部に通じて、徳島市と結び、それに並行して、 徳島県道136号偶装徳島線が南北に通じているほか、中央部を東西に徳島県道216号下へに被害の線が横断している。被害の村は江戸期から松村制が施行された明治22年にかけて勝浦郡に存在した村。徳島半領被害の村と小松島村、芝生村。 田野村の電磁囲いつつ未外の使用方は元禄、元年以後、神殿として開発され、後に金磯に行った村が成立した。江戸末期にたぬ抜合戦の伝承が生まれ、明治以降漫談などで知られるようになった。明治四年に徳島県、同年に明東県、明治九年に高知県を経て、明治十三年に再び徳島県に所属。被害のは、 明治22年から昭和32年にかけて存在した大技な。はじめ小松島村、明治40年より小松島町、昭和26年からは小松島市の大技。大正14年、現在の小松島市立南小松島小学校の前身である南小松島尋常小学校を開校。昭和19年に県立小松島農業学校と改称。 昭和6年に県立小松島高等女学校を開設。昭和24年に現在の徳島県立小松島高等学校と改称した。昭和4年に小松島信用組合が発足。昭和19年に農業界と改称昭和24年に農業共同組合となる。昭和32年より現在の町名となる。昭和43年に 小松島電報電話局を地入りの神に新築開設昭和45年に支部が堀川町、神田瀬町となる。ありがとうございます。